ルシーニョが中に入ってくる、左足でクロスを入れてウェリントンのヘディングシュート、今日1本目のシュートウェリントン。あの辺はね強いですよね、しっかりゴール回し捉えてますよね。そうですね、豊川ボール持った、シュートを打ちました。ちょっと遠目からのミドルレンジからのシュート、山瀬ボールをコントロールして後ろからシュートを打ちました。サレトーの左足のシュート、ウェリントン振り向きざまのシュート。ここで山瀬が粘ってですね、落としたボールを少しインフロントかけてですよね、いいシュートでしたね。じゃあこの後ですけど、振り返りざまでこの強いシュートを打つんですよね。堤が出足がいい、ホイッスルはありません。いました、遠目からロングシュートを打った、クロスバーに当たりました。ちょっと今のはブラインドになっていたかどうか。前半は我慢という言葉が出ていました。さあジューシーニョがボールを持つ、中にはウェリントン、駆け引きをしています。ウェリントンシュートを打ったか、あここはゴールキーパーよく止まりました。サイドを変えてサレトーから右サイド、駒の左足で入れてくるウェリントン、シュートは最後は坂田。いやサイドを変えて変えてという攻撃でした。さあ味方が入れてくるか、ここはサイドを使います、駒の角度をつけてくる。ウェリントンは中央、ファーサイド岩下を狙って折り返す、最後はウェリントンのバイシクル。こういったところでもダイナミックなシュートを放っていきますウェリントン。必ずボールを持った時にファーサイドに岩下かウェリントンがいるんですよ ね、はい、ですね。でここで競った後のセカンドボールですよね。ニアか走り込む、いやいいゴールでしたね。惜しくも合いませんでした。最後走り込んだのは塚川でしょうか。待っているウェリントンはちょっと膝に手をついているような状態、ウェリントン抜けてヘディング、ゴールキーパーよく抑えました。素晴らしいですね。いや1対1という場面でした。石森ポッピからウェリントンというこのホットライン、最後この石森と接触しているシーンがありました。このシーンです。いやナイスキーパーですね。ボール流れでウェリントンのシュート、ただこれがディフェンスに当たりました。石毛裏を狙う、裏に走っているのは藤本、対応しているのはサネトーカ、岩下スーッと出てロングシュートあるか、シュート、最後は塚川。いや惜しかったですね、こういったカウンターで一発ミドルシュート。サネト右サイドシュートへの意識、ミドルレンジからでももちろん狙うことはできます。石津から右サイドボールを持っているのはポッピカ、クロスが入るウェリントン、やはり決めたのはこの男か。試合終了間際、後半の手元の時計で44分、ここで駆け引きですよね。で抜き切らずに上げた時ですよね、ここ最後ねかぶってしまうんですよね岡村選手がね、ここで試合終了。アビスパ福岡2連勝、そして1対0での勝利は今シーズン4度目、ウェリントンのゴール、勝ち点3を手にしました。
一方のファジアーノ岡山はシュートを打たれても打たれても最後まで我慢を続けましたが、最後にウェリントンのヘディングシュート。